またお酒をたしなまれました。酒は我が友だ。お前に負けぬ友人であり、そしてお前よりも付き合いが長い。金蔵さん、あんたのだが、そんな強い酒を飲み続けては薬の意味もなくなってしまう。悪いことは言わん。酒は控えなさい。忠告の気持ちだけはありがたくいただいておく。我が友よ、源氏、もう一杯頼む。心持ち薄めでな。南条の顔も立ててやれ。よろしいのですか。南条、お前は私の長きにわたる親友だ。今日まで私を長らえさせてくれたことを深く感謝する。私は何も、医者としての忠告などは金蔵さんは全く聞いてくれませんからな。お前とて差し間違えた手を待てと言っても聞かぬではないか。ならば愛子というものだろう。親方様、すまぬ。薬は切れても死にはせんが、こいつが切れては死んでしまうでな。南条、正直に話せ。私の命はあとどの程度持つ。さて、どのくらいと申し上げれば、そのお酒を控えてくれますやら。長くはありませんな。どの程度に長くない。このチェスで例えましょう。金蔵さんの詰めもなかなかですが、私のキングを追い詰めるには至りますまい。普通の患者になら遺言を書くよう勧める頃です。遺言とは何だ南条。私の屍をどのように食い散らかせと。いや、違いますぞ。遺言は意思を残すことだ。遺産分配のことだけを書くものじゃない。ほう、遺産分配以外に書くこととは何なのか。心残りや、やり残し、受け継いでほしいことや伝えたいこと、何でもいいんです。受け継いでほしいことや伝えたいことだと。バカバカしい。この後ろ宮金蔵、後に残したいことも伝えたいこともただの一つ。裸一貫で生まれた。そして裸一貫で死ぬ。バカ息子どもに残したいものなど何一つないわ。もしも訪れる最後が今日だとしても、今だとしても、私は何も恐れることなくその死の運命を受け入れようではないか。金蔵さん、全てを築き上げた富も名誉も全てだ。それらは私と共に築き上げられ、私と共に失われよう。後に残してやるものなど何もないわ。何もない。あとは野となれ山となれ。墓も棺も何も望まぬわ。それが魔女と私の契約だ。
私が死ぬ時に全てを失う。初めからその約束だからこそ何も残らぬのだ。何も残せぬのだ。だが未練はある。残すものは何一つないが、残したまま行けぬものが。それを書き記せばいい。もちろん生きているうちにこなせればそれでいい。だが万一の時、残された者がそれを引き継いでくれる。自分に万一があっても、必ずその心残りが解決できるように残していく。それが遺言というものです。ダメだダメだダメだ。私が生きているうちでなくてはならぬ。私は死ねば魂はすぐに契約の悪魔に喰らわれて消え去ってしまう。死後の世界も安らぎも私にはないのだ。だから全ては私が生きているうちでなければならぬ。だから遺言状など私には必要ない。そのようなものを書く暇があったなら、あったなら、私は見たい。もう一度見たい。ベアトリーチェの微笑む顔がもう一度見たい。はあ、ベアトリーチェ、なぜに私をこれほどまでに拒むのか。今こそお前に与えられた全てを返そう。全てを失おう。だから最後にもう一度だけお前の微笑を見せてくれ。ベアトリーチ、頼む、ご笑だ。聞こえているはずだ。お前はそういう女だ。頼む、姿を見せてくれ。いるんだろう。聞こえていながら姿を消し、今もこの部屋のどこかで私を嘲笑っているのだろう。私の前にもう一度現れてくれ。そして微笑んでくれ。なじってくれてもいい。望むならお前の手で私の命を奪ってくれてもいい。このまま一人で死にたくない。お前への微笑みを再び一目見るまでは絶対に死ねないのだ。ああ、ベアトリーチ、ベアトリーチ、この命はくれてやる。お前にくれてやる。ご賞だ、ベアトリーチ。操られた糸の先は。
へえ、時代ってやつは進歩してんな。たったの20分で着いちまったんだから驚いちまうぜ。大丈夫だよ、バトラ君。船に比べたら全然揺れは少ないよ。うわぁ、ジョージの兄貴かよ。急に勘弁してくれよ。今ので寿命が3年縮んじまったぜ。つうか、揺れってなんすか？別に俺は飛行機も揺れんのかな、まさか落ちたりしねえかななんて夢。ごめんごめん、もう小さい頃とは違うよね。あれから6年も経ってるんだし、もうバトラ君も子供じゃないか。じゃあ兄貴はタバコも酒も OK ってかよ。タバコは興味ねえけど酒は飲んでみたいよな。兄貴なんかおじさんの遺伝子あんなら相当飲めちゃいそうだけど。僕の場合は好きで飲むというよりは仕事で飲む方が多いからね。日本のビジネスは酒抜きでは難しいよ。そうっすよね。だから俺も今晩の夕食あたりに初挑戦してみようかなって。ダメだよ、バトラ君はまだ未成年じゃないか。未成年の飲酒は発育に悪影響を及ぼす可能性が、って、こんだけタッパがありゃ、俺の発育は十分っすから。むしろ、ちょいと身長縮めた方が服が探しやすいくらい。しかしバトラ君は大きゅうなったな。男子3日をあざれば刮目して待つべしとはよう言うたもんや。やっぱり近しらね。ルドルフも高校くらいまでは身長そんなになかったのよ。成長期が遅い方が最終的には伸びるのかもね。んなことないっすよ、男は中身も伴わなくっちゃ。そうや、バトラ君は分かっとる。男は中身で勝負なんや。常に己の鍛錬を忘れたらあかん。そして虎視眈々とチャンスを待ってドカンと開花させるんや。わしもまさか今日会社社長なんて一国一城の主になれるとは思わんかった。そうや、あの無一文の焼け野原がわしの原点なんや。
すぐ自分の自慢話に入っちゃうのがたまに傷なのよね。およしなさいな。バトラ君、耳にタコができちゃってるんだから。ねえ。そんなことねえっすよ。でも、いいじゃないっすか。語れる武勇伝があるってのは、男としてかっこいいことだと思いますよ。俺なんか、語るような話は何もないっすからね。あら、そう？バトラ君なんか、そのルックスでいっぱい女の子を泣かせてそうだから、さぞかし武勇伝が多そうだと思ったんだけど。うわあ、たたたたた、情報弾じゃないっすよ。そんな妙な武勇伝あるわけないじゃない。むしろ紹介してほしいくらいっす。あら、あるんでしょ武勇伝。おばさんにも後で教えてね。ジョージったら、そういう浮ついた話が全然ないんだから。バトラ君、ルドルフさんを見なかった？あ、さっきお手洗いに行くのを見ましたけど、まだ出てこないんすか？こりゃぽっくり行っちまったかな。なむ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 。自分のお父さんにそんな言い方はないでしょ。まあ、あの人のお手洗いが長いのは今に始まったことじゃないしね。ああ、アンニャルは昔っからそうです。雑誌持ってトイレに入るのやめてほしいんすよね。何の雑誌持ち込んで何をしてんだか。あら、そんな心配は全然不要よ。私と一緒にいる以上、そんなこと一人でさせやしないもの。なんの話か、後でじっくり聞きたいっすね。親父め、玉まで握られてグロでも出ないわけだ。握っとかないとどういうことになるかよくわかってるでしょ。いやいや、全く。あのクソ親父の手綱はキリエさんにしか無理っすよ。実の息子の俺も喜んで譲っちゃいますわ。ええ、任せてちょうだい。そういうの得意なのよ。バトル？なんだよ、親父。え、出た、耳つねんな、耳。また、母さんと俺の悪口を言ってたろ。なんでお前には、父親に対する尊敬の念ってやつがわかねえんだよ。痛えよ、クソ親父。俺の耳伸ばしたって空は飛べねえぞ。ほれほれ、立て、横、丸書いて逆に回して倍率どんどん、さらに2倍。お父様、失礼なこと言ってごめんなさい。って冗談じゃねえぜ。あ、そういうのは会員制のお店でやりやがれってんだ。でだから、はぁ。
こらこら、ルドルフ。息子に乱暴してるんじゃないわよ。で、言ってよ、姉貴。エヴァ姉さん、そのくらいにしてあげてください。同じ分、後で反対の耳を私が引っ張って伸ばしておきますので。あら、ごめんなさいね。キリエさんの引っ張る分も残しておかなくちゃ。ルドルフ、後でたっぷりキリエさんにお仕置きしてもらいなさいね。たく、姉貴こそ弟いじめもいいとこだぜ。秀吉兄さんもこんな姉貴を拾ってくれて、兄さんの寛大さがなかったら今でもまだ売れ残ってますよ。弟として申し訳ないです。誰が売れ残るって。ルドルフ、側頭部直撃だと一発で昏倒するわよ。この間演舞でミスって相方泡吹いちゃったんだからね。いや、足癖の悪い姉貴で本当に申し訳ないです。わしには兄弟がおらん。だからエヴァとルドルフ君のじゃれ合いを見とると胸がポカポカしてくるんや。兄弟や家族はほんまにええ。あら、ジョージ君に弟を作ってあげるという話はないんですか。もうジョージ君も立派な大人になって手も離れたでしょうから、次の子がいてもいいでしょうに。おいおい、キリエ、生まれてくる子の苦労も考えてやるよ。よくこの性悪姉貴から生まれてジョージ君はあんなにもまっすぐ育ってくれたもんさ。本当にジョージ君は偉いな。うちのボンクラに今度爪の赤を分けてやってくれよ。そんなことないわよ。エヴァ姉さんの教育が間違ってなかったからジョージ君はあんなに素直ないい子になったんだから。ですよね、姉さん。あらあら、そんなどうかしら。うちのジョージもまだまだ頼りなくって。そうそう、それよりお宅のエンジちゃんはどんな具合なの。吐いちゃったって聞いたけど。そうやそうや、久しぶりに顔が見れると思って期待してたんやで。大丈夫なんか。いつも季節の変わり目に風邪をひくんです。どうも弱くって、本当は連れてきたかったんですけど、今回は私の実家に面倒見てもらっています。それが賢明よ。本家の毒気に当てない方が治りは早いもの。大人の都合より子供の病気の方が大事よ。わしな、吐く風邪によう効く薬知っとんや。帰ったらすぐ送るさかい、使うてくれや。ありがとうございます、秀吉兄さん。いつもお世話になりっぱなしで。まだ天候調査中がなくならないね。ちょっと天気が怪しいものね。また台風か。親族会議が毎年10月ってんじゃ。これはもうちょい時期を選んでくれりゃいいのによ。どうかね。私もお盆の時期にやってくれればっていっつも思うわよ。ならルドルフ、それ今回の会議でお父様と兄さんに提案してみればいいじゃない。冗談、姉貴が言えよ。俺が何を言っても兄貴は聞かねえよ。いやよ、
私は別に10月でも困らないもの。ルドルフが台風が嫌だからって言うから提案したらって言っただけよ。俺は台風が来るのはいつものことだなって言っただけだろ。お盆の時期がいいって言い出したのは姉貴だぜ。あら、去年ルドルフも言ったわよ。お盆の時期なら仕事のスケジュールとも合わせやすいのにって。言ってねえだろ、そんなことよ。言ったわよ。私、そういうのは絶対忘れないもん。いや、言ってねえよ。言ってんのはいつも姉貴だよ。知ってる？寸止めって高等技術なのよ。ちっ、いい年した女がはしたないことばっかしてんじゃねえぜ。普段は父親や母親として振る舞っていても、こうして親族会議で元の兄弟に出会うと子供の頃の自分に戻っちゃうからだろうね。と、冷静に分析できるジョージ兄貴の方がずっと大人に見えるぜ。俺は将来あんなクソ親父みたいにはなりたくないに。なるなら兄貴みたいな知的な大人になりたいもんだぜ。僕かい？僕なんかまだまださ。社会経験が全然足りないし、社交性も度胸も足りない。バトラ君にはそれらのいくつかがすでにあるように思うよ。だからきっと成人したら僕なんかすぐに追い抜いちゃうさ。マリアちゃん、久しぶりやの。久しぶり。うん、マリア、お久しぶりです。でしょ、行ってごらん。おお、お久しぶりって。そうや、よく言えたな。ご褒美に飴玉あげような。おっとっと、あれ、どこにしまったんや。ローザさん、お久しぶりです。マリアちゃんもお久しぶり。ご無沙汰してます、キリエ姉さん、秀吉兄さんと。あら、バトラ君大きくなったわね。いやー今日は会うたびに言われてて恥ずかしいっすよ。おう、ローザ、遅かったな。飛行機がダイヤ通りだったらギリギリってとこだったぞ。ごめんなさい、列車の接続がうまくいかなくて。なに、また天候調査中なの？ぼやかないぼやかない。船で6時間も揺られるくらいなら飛行機でほんの30分の方がずっとマシよ。たとえ1時間余計に待たされたって全然早いんだから。マリアちゃんも大きくなったで。今身長いくつあるんや？身長いくつあるんや。この間の身体測定でいくつって出たっけ。これでも少しずつは伸びてるんですよね。うん、
去年よりもずっと成長したと思いますよ。今年で9歳でしたっけ？9歳。うん。そうだね。9歳だね。マリアちゃんも元気そうでよかった。よいしょ。うん。もう高い高いをするにはちょっと重くなってきたかな。うわ、ジョージ兄貴、そりゃレディに失礼だろ。俺がやってやるぜ。高い高い。マリアちゃん、覚えてる？バトラ君よ。一緒に遊んでもらったの忘れちゃった？無理だろ。最後にバトラと会ったのは3つの時だぜ。3つの時の記憶なんか残ってねえよ。マリア、バトラお兄ちゃんよ。ルドルフおじさんの息子さん。わかる？おじさんの息子さんが、おじさんが息子さん。ふぅ？ふぅ？くぅ！マリアちゃん、彼はバトラ君、僕と同じいとこだよ。ショウジお兄ちゃん、バトラ、いとこ、そう。よくできたね。バトラ、お兄ちゃん？おうや、俺がバトラだ。よろしくな、マリア。うん、バトラ。こら、マリア。呼びつけじゃダメでしょ。バトラお兄ちゃんと呼びなさい。いいっすよ、ロードおばさん。細かいことは気にしないっすから。まあまあ、リア、俺とお前は名前を呼びつけ合う仲だもんな。バトラ、バトラ、バトラ。おや、マリア、マリア、マリア。ううお待たせしました。新島行き201便の搭乗をこれより開始いたします。ご搭乗のお客様はカウンター前の白線前に2列でお並びください。ロザ、搭乗手続きまだだろ。急げ急げ。いけない。マリア、いらっしゃい。はい。
これよりご搭乗となります。名簿をお読み上げいたしますので、前方の座席右側から順に右左、次の列の右左と詰めてお座りになってください。それではお読み上げいたします。後宮秀吉様。わしからか。はい、そうだ。エヴァ、飴玉あるか。さっきから探してるんだが見つからないんや。後宮エヴァ様。ハンドバッグの中よ。機内に入ったら出すわ。俺の席窓際だといいな。大丈夫だよ、窓際席しかないもん。後宮ジョージ様。はい、大丈夫だよ、バトラ君。あんまり揺れないから。後宮バトラ様。兄貴、あんまりってどのくらいだよ。船から落ちても泳げるからいいが、飛行機は落ちたらそれでおしまいなんだぜ。もちろん客席にはパラシュートがあるんだろ。え、ねえの。後ろ宮ルドルフ様。ほらバトラ、感動してねえで。いや聞いて親父、遅だって、パラシュートがねえんだよ。後ろ宮キリエ様。ほら、仲良くじゃれてないの。進む進む。行ってえよキリエ、押すなって。ボンクラが進まねえんだよ。後宮マリア様。進む進む。後宮ローザ様。ほらマリア、静かにしなさい。こちらは機長の川端です。本日は新東京航空201便をご利用いただき誠にありがとうございます。新島空港までは約20分のフライトの予定です。上空の気流が乱れているとの報告が入っています。多少の揺れがあるかもしれませんので、離陸後もシートベルトは外さないようにお願いいたします。兄貴、シートベルト外しちゃいけない揺れってなんだよ。じゃあ僕やら離陸後はシートベルト外せるぜ。それが外しちゃいけないってどんな揺れだよ。くそー、騙された。パラシュートどこだよ。やっぱり俺は船が良かった。やっぱ船だよな、船。落ちる、落ちる。マリア、もういい加減になさい。でも意外ね、バトラ君、てっきり怖いものなしだと思ってたから。こいつ昔から乗り物がなぜかダメでさ、二言目には落ちるだの沈むだの。情けない男だな、おめえは。
うるへえ。ありゃ、さすがに。小型機乗るのは初めてだったから、ちょいと答えちまっただけだぜ。あの大騒ぎでちょいとなの？バトラ君とは海外旅行を一緒に行くと賑やかそうね。おばさんとエジプトとか行かない？14時間も飛行機に乗れるわよ。いい提案ね。バトラ君、エヴァ姉さんに少し鍛えてもらいなさいよ。それにしてもおかしい。こらこら、人間誰しも得て増えてはあるもんや。そない笑うたら悪いで。父さんも笑うのは悪いよ。ほら、マリアちゃんももう笑っちゃダメ。もう笑っちゃダメ？いやあ、ジェシカちゃん、一年ぶりだね。また伸びたんじゃないかい？よしてくれよ。毎年言われんのは恥ずかしいぜ。おい、兄貴、嘘だろ？こいつが本当にジェシカなのかよ。ってことは、ジョージ兄さん、このデカブツ、バトラなのかよ。よー、ジェシカ、なんだよお前、嘘だろ、なーに女みたいな格好してんだよ。なんだよこれ、胸かよ。お前にも胸なんかできたのかよ。もませろもませろい。ふざけやがれ。私は花も恥じらう18だぜ。髪だって伸びりゃ出るとこだって出るぜ。てめえに揉ませる胸なんぞあるもんかい。バトラこそなんだよ、バカみてえに図体だけでかくなりやがって。知った、腕力ついたのか。ざけんじゃねえ。あれからどれだけ鍛錬積んだか思い知らせてやんぜ。うぜえぜ、返り討ちだ。マジになってんだよ。いってて、ておいおいおい、全然力入れてねえぜ。ジェシカ、お前貧弱になっただろう。うるせえぜ、こっちとら女やってんだ。いつまでも腕力で男に勝てるわけねえだろ。まあそりゃそうだよな。俺が腕につけた分の肉をお前は胸につけたんだ。俺の腕とお前の胸ならちょうどいい力比べになりそうじゃねえのか。だからお前に揉ませる胸はねえ。それよりお前こそどうなんだよ、身長以外にも他のところ。バカ、やめろ。いやん、この野郎お嫁に行けなくなる。変なとこ触んないで。人様が聞いて誤解すること言うんじゃねえ。
れやれ、乾杯だぜ。こりゃもう私じゃかなわねえな。そんなことないよ。バトラ君にもきっと弱点はあるよ。ね、マリアちゃん。落ちる落ちる。ちょ、バカよせマリア。それは内緒にしような。落ちる？なんだそりゃ。あいにくだが、この弱点はジェシカにはもうさらさないぜ。何しろ悪夢の空路はもう終わっちまったんだからな。あとはのんびりチャボチャボとお船の旅さ。あのオンボロ漁船がこれほど恋しくなるとは思わなかったぜ。ん？ジョージ兄さん、こいつ頭どうかしたのか？すぐにわかるよ。すぐにね。これはこれは、はあ、バトラさんも大きくなりまして。バトラ君、覚えてるかい？ほら、お手伝いの熊沢さんだよ。熊沢のばあちゃんは忘れねえぜ。何しろこの6年ちっとも老けちゃいねえぜ。むしろ若返ったんじゃねえの？最近はお肌がピチピチしてきちゃって、ほら胸もますますに大きく。飲んでみます？ご冗談。俺が揉みたいのはピチピチした姉ちゃんの胸限定だぜ。私と、ほらほら、ぜひどうぞお揉みくださいませ。ひょー、勘弁してくれよ。若い姉ちゃんだ、若い姉ちゃん。熊沢のばあちゃんじゃねえよ。おいおい、よせよ熊沢さん。監獄に半分足突っ込んだ人がはしゃいじゃいけねえし。若い方とじゃれるのが何よりの若返りの薬ですよ。熊沢さんが迎えに来るなんて珍しいじゃない。どういう風の吹き回しかしら。用事を頼まれるといつも腰痛になるあなたが。エヴァ様は相変わらず手厳しゅうございます。急なお買い物がありましたもので、そのついでに皆様のお迎えをしようと思いまして。もっともお迎え待ちの老いぼれのお迎えでは景気も悪いでしょうが。ますますにお元気なようで。そうだ、これ前に話してたお茶です。ほら、買ってきました。後で飲んでみてください。相変わらずお元気そうで何よりでな。あれから背中の具合はどないでっか？薬を飲んでもちっとも良くなりませんで、こればかりはお医者様ではどうにもなりません。不治の病っちゅうもんですわ。それにしてもジェシカちゃんはますます美人になったな。夏日姉さんに似てよかったぜ。そうですか？私的には全然似てないつもりなんですけど。つうか、
親には似たくないです。尊敬してないんで。こら、そんなこと言っちゃダメよ。それにしても親に似たくないって言ってる人が多いわね。うちの、あ、それ俺。バカ言え。お前こそ俺に似るんじゃねえ。お前の鼻が似ててムカつくんだよ。何言ってんのよ。呆れるくらいそっくりよ。あなたもお父様もね。おいおい、そりゃねえだろ。俺のどこが親父に似てるってんだ。傲慢で偉そうなところとかそっくりよ。あんたと兄さんは特にお父様の血が強いわね。ねえ、ローザ。ええ、まったく。クラウス兄さんもルドルフ兄さんも信じられないくらいお父様にそっくり。おいおい、参ったな。なんで俺だけ女どもに集中砲火なんだ。秀吉兄さん、助けてくださいよ。いやいや、ルドルフ君はいっつも女性にモテてるな。羨ましいで。相変わらずモテモテで大羨ましいことです。それでは皆様、お船の方へお乗りくださいませ。さあさあ、マリアさん、一緒にお船に乗りましょうね。一緒にお船に乗る。みんなも一緒に乗る。おや、もう今度は怖くないぜ。波で揺れるのは慣れてるしな。あのオンボロ漁船の場合、揺れて怖いってよりエンジンがぶっ壊れて漂流するんじゃねえかって方が怖いぜ。そうだ、バトラ君、言うのを忘れてた。あの漁船はだいぶ老朽化してたんで数年前に引退したんだよ。今は他の船が島まで運んでくれるんだ。ああ、そっか。バトラは新しい船が初めてなんだな。快適だぜ。すっげえ速いんだ。何しろとんでもないスピードが出るんだからさ。ほう、ってことは船旅の時間がさらに短縮されたわけか。そりゃ素晴らしい。何しろ飛行機よりマシとはいえ、沈没の危険にさらされる時間が少しでも短くなるってんだから、こりゃ極めて素晴らしいぜ。バトラーはまた落ちる落ちる。そりゃ飛行機の時だけさ、もう大丈夫だぜ。何しろ船長自慢の改造高速艇らしいぜ。だいぶいじってるらしく、プロペラは高性能のが4機もついてて、最高速度は40ノットを超えるとかなんとか自慢してたな。いつも自慢されるんで覚えちまったぜ。僕も毎年聞かされるんで覚えちゃったよ。船長は昔外国の漁船と速度比べをして負けて以来、スピード改造に取りつかれちゃったんだってさ。その時の相手は漁船なのに30ノット以上も出せたんだってね。その雪辱の念が結実して、スカッと爽快な超高速改造艇の誕生となったわけさ。バトラもきっと気に入るぜ。おいバトラー、島までは泳いで行った方がいいんじゃねえ。バトラー君、柵からあんまり身を乗り出しちゃダメだよ。落ちちゃうから。落ちる落ちる。ちくしょう。さっきからみんながニヤニヤ笑ってたのはこれだったのか。揺れる揺れる揺れる。落ちる落ちる落ちる。落ちる落ちる落ちる。落ちたら海じゃねえかよ。溺れちまうぞ。パラシュートだじゃねえぜ。浮き輪はどこだ。ライフジャケットをくれ。なんだよバトラー、おめえそれ何の真似だよ。
ジェシカちゃんもマリアちゃんもいじめちゃ悪いって。バドラクも怖いならカンパに出なきゃいいのに。船内ならもう少し怖くないと思うけどな。へへそいつはノーサンキューだぜ兄貴。海難事故の犠牲者はいつも船内なんだ。生存者は大抵事故時は甲板なんだぜ。だから俺はここにいる。でも揺れる、落ちる。マリア、よしなさいったら。でもバトラ君、本当に苦手なのね。船長さんに速度を落とすように言ってきてあげるわ。ロザワさん、ありがとう。海の上でも安全運転、徐行運転、指差し確認。ダメよローザ、青年には試練も必要なんだから。ねえバトラ君、これくらいへっちゃらで克服できちゃうわよね。じゃないとおばさんとエジプトに行けないわよ。うわエヴァ、おばさんの意地悪。あーダメ、落ちる。ライフジャケット、パラシュート。いや、ひっくり返して考えるんだ。敵の狙いは何だ。俺をこうして怖がらせることか。そいつが狙いなら甘いぜ。ビビってなんかやるもんか。でもダメ、落ちる。